だ。いつもいつもひどい目にあってるスターター、今日は大丈夫かい？スターター頑張ってくれよ。おお来たー、スターターぴょんと飛んで車をよけた。ワイヤーにぶら下がってスターターは無事だ。各マシン激しいトップ争い、キャタピラマックスがトップを取った。おっとストップ、通過料金が必要だよ。さあ払わない人は渡れないよ。払って払って。75セントなんて高いんだい。出せケンケン75セント、自分の出せ出せ。ふざけるな、早く出せ。あ、ない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 。こら、あ、出す出す出す、さっさと出せばいいんだよ。75セントだってさ。まるで強盗だな。たかが橋を渡るぐらいで金を取るなんて。釣りはいらねえよ、俺は金持ちだ。取っときな。しつけがいいから必ず戻ってくるんだよ。妨害作戦 X3 号だ。ケンケン、レールを利用するぞ。スイッチを動かせケンケン。分かった。ケンケン、この同時。お前こそ。レーサーたちは今最もカーブの多い道に差し掛かった。ああ、サンフランシスコの静かなる入り江、小高丘の町、くねくねと曲がりくねった道の、ああだめ。おい、しっかりしろよ。レーサーがマシンに用なんて全くみっともないったらありゃしない。レースはいよいよ激しい争いになってきた。どのマシンが1位になるのか全く予想もつかない。ブラック魔王、今度は何をするの？このレールで奴らはみんなリタイアってわけだよ。よこせケンケン。できた。ざまみろ。サンフランシスコは坂の町。レーサーたちは坂を下がったり上がったり、上がったり下がったり激しく争っています。うわあ、ぶつかる。ブラックマン王、また妨害かい？このレールに乗っかって奴らは木っ端みじんになると。やった、うまくいった。来いケンケン。やだやだやだ、いけい。ブラックマンを自分の仕掛けでひどい目に遭いそう。うわー、あっと危ないぞ。間一髪助かった。キャタピラマーク2が危ないよ。どうやら月はこっちにあるみたいだぞケンケン。ほんとほんと、かわいそうに月はなかったねブラックマン王。お前のドジだケンケン。俺のせいじゃねえよまったく。レーサーたちコースに戻ってゴールに向かった。まだまだ見込みは。猫じゃらしい GT4 が出た。そのままゴールインだ。トップキャットのチューチュー優勝。そこの時ゴールをくぐるんだよ。そこまでだ。サンフランシスコの交通妨害で逮捕する。ぐわー、畜生。勝って嬉しいよトップキャット、賞金もらえるな。その通り。さて賞金をいただきましょうか。賞金1年分だよ。がっかりしないで。ブラック魔王とケンケンはしばらくレースは無理かな。チクショー、なんで俺だけ。ああ、楽